こんばんは、アイでーす。今日は発愛。はい、出してきました。はい、第2弾。ファッション系の、OL の出張の実態、第2弾。始まりまーす。帰ってきてもそのまま撮ってみました。そう、宿が変わった。そして寒いけど、はい。今日はですね、こんな感じで、宿がね、その前までの宿を取れなくなっちゃって、今回の宿はお茶をくださいます。温かいお茶がくれます。茶をくれます。ほうじ茶付き。このポット、あ、もうこの宿も結構使ってて、このポットに朝まで温かいお茶がずっと入り続けています。いただきます。疲れた。なんかどうなんだろう、ちょっとボツになるかもしれませんが、今日の夜ご飯一緒に食べましょう。今日もね、結構いっぱい買ってきた水。冷めてる。温酸入り豆乳味噌スープ。冷めてる。温めるのあるのか。盛岡冷麺。これ味噌ちゃん。YouTuber のみそちゃんが美味しいって多分言ってた気がして、今冷麺にハマってます。うんたまでね、めっちゃ買ってるじゃないですか。どうする気って、明日の朝ごはんも兼ねてる。明日の朝ごはんも食べよう。あの宿にレンジがあるのかを聞かなければいけませんね。丸ごとみかん大福、値段書いてなくて何になったんだろう。値段書いてないとかさ、どうなの。あとチーズもね。じゃあちょっと、あの、電子レンジあるか確認して戻ってきます。ちょっと待って。帰ってきた。根菜入り、豆乳味噌スープ。温めてもらいました。イエーイ。なんか、従業員の方のところ、あの、今度泊まったらトントンして使っていいよってことなので、これからは従業員の方の電子レンジが使わせていただけるようです。いただきます。めちゃくちゃ疲れてる。もうなんかめちゃくちゃ疲れてる。なんで今日こんなね、疲れているのかと言いますと、なんか撮影の時に、うまく喋れない。なんかうまく反応が薄いんですよ。反応が、こんなに喋れないのかってほど薄くて。ね、どうして大丈夫そうって感じなんですけど。反応が薄くなってしまいます。ね、一回撮り直したんですよ。私が何をしているのかというと、会社の PR というか、企業 YouTube をね、担当させてもらうことになって。すごい、こんな感じ。味噌スープ。根菜入り豆乳味噌スープ。見える。なんか画角ね。今どこに置いてるのかというと、なんか部屋にある窓。美味しい。うん、か。なんでこんなに反応できないのかなっていうところで、もっと興味を持った方がいいんですよね。興味。なんか面白いって何なんですかね。の動画がさ、例えば再生回数が、まあ50回いくとするじゃないですか。
で、この50回、まあ、再生回数がね、もう行ってくださったとして、入ってくださる。50再生回数あったとして、まあ、50人とか、45人とか、40人ぐらいの方が見てくださったとします。何が面白いんですかっていうところって、きっとそれぞれ違うじゃないですか。ね、私をなんで面白いと思ってもらえてるのか、面白いから見てるわけでもない可能性もあるし。ね。ご飯を食べる動画に、スープの中にこのくん玉、くん玉、うん、半熟くん玉を入れていきます。うわ、ジャーンってなりそう。ジャーンってなりてほしくない。わかります？ジャンプした時にビチャーンってなるの嫌。おかしいね。人が人多いって思う気持ち。特に動画ってさ、なんで動画見るのかってわかんないですよね。みんなそれぞれ理由があるじゃないですか。目的があって見る動画もあれば、目的なく、なんか気になるからさ、見る動画もあるじゃん。私の動画とか、目的とかね、なんか、こんな感じだからね、目的ってない方多そう。こんな感じ。ファミリーマートです。うん。うん。合わない。合わないな。ラーメンに入ってる卵入っちゃいましたって感じ。人が人多いって思うって何なんですかね。人が人面白いって思う。面白いって何？面白いって何ですか？面白い。今日は朝からインスタグラム、新幹線で投稿したんですけど、結構最近再生回数良かったのに、あんまり伸びてなくて、落ち込んでるのに、さらに落ち込むわけじゃないですけど、いい、なんか、そっかーって。何の動画っていう感じですかね。やっぱ喋らないとダメですね。ただ食べてるだけの人っているよね。今日は何買ったかの紹介だったっていうことにしようかな。せっかく撮ったしさ、ボツにするのもね。この後は、この、みそちゃんが、YouTuber のみそちゃんが、おすすめしていた韓国盛岡冷麺を食べたいと思います。出張中頑張ります。なんか今回明日出張に来てるんですけど、一人なんですよね。チームでやってるんですけど、チームメンバーみんなね忙しくて、そのね不在だからさ、一人なんですけど、ほんとすごいね。え、なんか、すごいよね。出張に来たけどみんな解散みたいな。新しいなぁ。今までとかさ、会議があったら出張行ってや。会議じゃないしね。ほんと、なんかもう新しい世界線すぎて。うん。今日は、また頭が痛い。すぐ頭痛くなっちゃうから。このね、また、このゆるゆるな感じですけど。インスタグラムを更新していきたいと思うので、またよかったらインスタグラム検索してください。バイバーイ。